カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州メトロ・バンクーバー・リッチモンド・リッチモンドはカナダのブリティッシュ・コロンビア州南西部に位置する都市である。メトロ・バンクーバーに属し、市内北部はバンクーバーと接している。バンクーバー国際空港があることでも知られる。リッチモンドの名は町が設立される前、1862年9月に出された州のパンフレットにはすでに使われていた。 1879年11月10日に地区として設立され、1990年12月3日には市政が施行された。ルル島の南西端にある漁村スティーブストンは当初入植してきたヨーロッパ人と日本人コミュニティの中心地として栄えた歴史を持つ。そのため史跡が多く残っており、博物館もある。港には今も漁船が多くある。 1980年代以降中華圏を中心とする移民を大量に受け入れてきており、町は急成長した。全体の半数が中国系でカナダの都市の中でも最も中華色が強い都市となっている。フレイザー川の川口部のデルタ地帯の島のうち、最大の島ルールアイランドやバンクーバー国際空港があるシーアイランド、そして13の小さな島で構成されている。 面積は129.66キロ平方メートル。西部はジョージア海峡に面し、ルルアイランドの南部にはフレーザー川の本流が流れている。北米でも大きい仏教寺院の一つ、カナダレー、岩山寺がある。2016年センサスによる人口は19万8309人であり、メトロバンクーバーうちではバンクーバー、サレー。 バーナビーに次いで4番目の都市である。1990年代に急成長した都市であるが、その後の人口増加率は鈍化していたが、スカイトレインの開通により再びコンドミニアム等の建設ラッシュが続いている。非白人の比率が高い都市の一つで、その半分がアジアを起源とする移民である。この多くに1990年代初期にかけて、香港や台湾、 中国大陸から移民してきた人々が含まれ、住民の半数は中国系とされる。2016年統計では、華境、華人の割合は、市内人口のおよそ53%に上る。インドやフィリピン、日本からの移民は1800年代まで遡ることができ、長い歴史がある。しかし、日系人コミュニティは1941年12月8日の、 真珠湾攻撃による日英海戦の際、カナダ政府の方針により、州内またはアルバータ州の捕虜収容所に強制移住させられたため、コミュニティは一度壊滅した。保有していた財産も没収され、競売にかけられた。それでも日系人は3940人と規模は大きく2%を占めている。特にスティーブストンが、 日系カナダ人の集中地域として知られている。市内には、家境、家人が数多く住んでいることを反映して標識が中国語と英語の平記になっている箇所が多い地区でもある。関東語と中国語が2割ずつ、全体の4割が中国語で占められている。また、日系人コミュニティが多いことから、日本語も使われており、ボゴワ社は2016年国勢調査によると、 全体の 1.09%2150 人となっている。上空から見たリッチモンドやオハンセンターゴールデンビレッジ地区バンクーバート深部とはスカイトレインのカナダラインで結ばれ、市内にはブリッジボート駅やリッチモンドブリグハウス駅等の7つの駅が設置されている。リッチモンド市の主な雇用先にはサービス業、小売業、観光業、軽工業、 空港サービス、航空、農業、漁業、館長などがある。ハイテク産業も盛んで、任天堂カナダ社なども進出している。市内東部には農地が多く、ブルーベリー、クランベリーが主要作物である。州内のおよそ47%のクランベリーは市内で栽培されている。また、イチゴ、トウモロコシ、ジャガイモなども栽培も見られる。アジアをテーマにした。 ショッピングモールの多さでは、カナダ最大でアジア系コミュニティの規模でも北米で第2位の規模を持つ。その一つであるアバディーンセンターにはアジア系の店舗が多く入っており、ダイソー産業が2003年12月に北米第一号店として進出している。その他、市内最大のリッチモンドセンターをはじめ、ヤオハンセンターなど多くのショッピングモールがある。 スピードスケート競技場、リッチモンドオリンピックオーバルでは2010年、バンクーバーオリンピックのスピードスケートが行われた。2016コミュニティープロファイルズ、コミュニティハイライツ4リッチモンド。2020年5月14日閲覧。ミヒエルバイオとカナダで急増する中国人移民、目的はマネーではなく新しい人生。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afppb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ26796942014年7月13日閲覧。ありがとうございます。